うんこ、うんこ、うんこ。あなたがアヌスから切り出すこの物体は一般的にはタブー視されています。世間を見渡せば、私うんこなんて興味ありませんですわ、なんて雰囲気で街を闊歩する人物ばかりですが、これはいわば愚かな人間どもの仮の姿。本当はみんなうんこが大好きなのに。その証拠に今日もあなたはトイレで脱糞し、便器に浮かぶ茶色いブツを眺めてこうつぶやいたはず。これ実は食べられるんじゃね。うんことは何か、この深淵な問いに本気で向き合ってきたあなたであれば、食べてみたくなるのも当然でしょう。うんこはいかにしてできるのか、うんこを食うと人体には何が起きるのでしょうか。バイエンスうんこシリーズ、涙の最終章、終わりの始まり。まずはうんこができるまでのプロセスを紐解いてみましょう。あなたたち人間はお肉、野菜など様々な食材を栄養源として摂取しています。これらの物体はまずは口内で唾液と混ぜ合わされて咀嚼され、ドロドロのジュース状懸濁液に変換された後に食道を通って胃と十二指腸で分解され、小腸でその栄養成分が吸収されます。続いて大腸で水分、ミネラルなどが吸収されるとともに、腸内細菌により食物繊維が消化されるわけですが、その残りカスがアヌスからプリンと切り出されたもの、それがうんこです。その成分は 80% が水分、未消化の食べ物が 10% から 20%、そして腸内細菌とその死骸が 10% です。水分 80% と言われてもイメージが湧かないと思うので、食べ物で例えるとバナナの可食部の水分量がこの程度ですので、物理化学的性質という観点からはうんことバナナはほとんど同じですが、うんことバナナには決定的な相違点もあり、例えばうんこ色の元であるビリルビンや、うんこ臭の元であるインドール、スカトールなどの化合物、これらの化学物質の微妙な存在比率こそがうんこをうんこたらしめているため、あなたたち人間はうんことバナナを混同することがほとんどありません。要するにあなたたち人間は一本の消化管、つまりうんこ製造機であり、食事の残りカスと微生物の複雑なカクテル、それがうんこの本質です。もちろんこれは人体にとってはただの廃棄物なのですが、これをモリモリと食べる生物も意外に多いことをご存知でしょうか。例えば昆虫、ハエは動物のうんこが大好きで、ペロペロと舐めてうんこ中の成分を摂取しますし、フンコロガシのような糞虫は動物のうんこに含まれる未消化の食物から栄養を獲得します。また草食動物の中でも特に高腸発酵動物と呼ばれるグループ、例えばウサギやモルモットなどは栄養吸収を担う小腸の後ろにある器官、つまり盲腸を消化のために積極的に活用しています。摂取した植物はここで腸内細菌により分解され、栄養たっぷりの状態でうんことして排出され、再びお口から摂取されるのです。他にも人類の貴重なパートナーである犬、この賢い生命体は栄養状態が悪い場合にうんこを食べたり、母犬が子犬の肛門周辺を舐めて糞尿の分泌を促進する行動を真似て子犬時代にうんこを食べるケースもあります。他にも飼い主である人間の注意を引くためにあえてうんこを食べることもあり、これは犬の社会性に起因する特殊なケースといえます。人間にとってはタブーである食糞ですが、マクロな視点からはなんだか食べることができそうです。それではこのうんこを人間が食べるとどうなるのでしょうか。禁断の領域に飛び込んでみましょう。美しいお皿の上に鎮座したまるでバナナのような質感のうんこ、献身的な実験台であるミスター・バイエンスはこれをお上品にナイフとフォークで切り分けて、パックンチョ、彼が最初に感知するのはその強烈な悪臭でしょう。うんこには特有の匂いがありますが、その原因物質はスカトール、インドール、硫化水素、アンモニアなどの化合物群です。これらの物質は食事として摂取したお肉のタンパク質成分がウェルシェ菌などの悪玉菌と呼ばれる腸内細菌によって分解されて生成します。
これらの悪臭成分は味方によっては悪玉菌のうんことも言えるわけで、人のうんこが臭いのか、それとも悪玉菌のうんこが臭いのかよくわからないという意味で、非常に哲学的な命題でもあります。また人間のうんこには、胆汁酸という脂肪成分の分解を助ける化合物群が含まれているのですが、これらの成分には独特の苦味があります。そのため、あなたの口内は不快な苦味で満たされ、うんこ臭も相まって強烈な吐き気に襲われることでしょう。そもそもあなたたち人間にとって、うんこが不快なのは、それが人体にとって有害だからであり、吐き気を催すことは、毒物の摂取を避けるという意味で、極めて合理的な生態反応です。がしかし、今回は大事な科学実験です。彼には何があっても、もぐもぐごっくんしていただきます。ちなみにこの胆汁酸といううんこの苦味成分ですが、これはいくつかの化合物群の総称であり、その中にはウルソデオキシコール酸、ケノデオキシコール酸なども含まれます。これらの成分は口から摂取すると小腸から再吸収され、再び胆汁として体内で利用される特性があり、胆石症という病気のお薬としても利用されます。この観点からうんこを俯瞰すると、これってお薬じゃんということになりそうなのですが、そうは問屋がおろしません。お次にうんこの主要構成メンバーである腸内細菌、これが実に厄介なのです。あなたたち人間の下部消化管には 1g あたりおよそ1000億個の腸内細菌が生育しており、その一部はうんことともに体外に排出されます。これらの微生物群の中には、ビフィズス菌やバクテロイデス属菌のような、いわゆる善玉菌の死骸も含まれますが、その一方でクロストリジオイデスディフィシル腸炎という、最悪の場合は死に至る感染症の原因菌が含まれている場合もあります。この病原菌は変性嫌気性菌に分類され、酸素がある状態では生育できないのですが、特定の状態で芽胞という耐久型の細胞を形成するため、これを含むうんこは極めて危険な毒性を保持し続けています。また、うんこ菌といえば大腸菌を思い浮かべる人も多いと思いますが、こちらは通性嫌気性菌といって、酸素がある状態でもない状態でも生育可能。そのため、うんこは生きた大腸菌のパラダイスでもあります。ちなみに人体に生育する大腸菌は多くの場合無害なのですが、その一部には O157 のような腸管出血性大腸菌と呼ばれる一群も存在するため、これを含む可能性があるうんこが毒物であることに変わりはありません。ですので、もしあなたが O157 に感染した人物のうんこを食べてしまった場合は、激しい腹痛とシャバシャバの水下痢の攻撃にさらされ、一日中トイレにこもって身もだえすることになり、場合によっては危険な合併症が発症したり死に至ることもあります。さて、困りました。うんこという廃棄物はそれが潜在的な毒物であるため、食べることは極めて危険です。この難題をクリアするための施策としては、例えば大量のうんこを酸、アルカリ、界面活性剤、そしてエタノールやアセトンなどの有機溶媒で徹底的に洗浄、除菌、殺菌し、その結果残る繊維状の何かを、あれこれ処理はしたけど、それでもこれはうんこなのだと主張して、これを食するという強硬策が考えられますが、ほとんどの科学者はその物体をうんこではなく、ただの不溶性食物繊維とみなすはずです。そして何よりも、このように高度な科学的処理をうんこに行うためには、専門知識を有する優れた人材と洗練された実験環境が必要であり、コスパがあまりにも悪すぎます。要するにうんこは、それがうんこらしさ、言い換えるとうんことしての個性を喪失しない限り、食べるには極めて危険な存在なのです。それでもあなたはうんこを食べたいと思いますか？うんこより美味しいものがたくさんあるのに、なぜあなたはうんこを選ぶのですか？そう、それがうんこの魅力なんですよね。今回のバイエンスはここまで。さようなら。